英楽通報の、い、写しびたビびたン,ンとは、日本の室町時代中期から、江戸時代初期にかけて渡しされた、英楽銭を除く粗悪な銭か。表面が摩滅した粗悪な銭を指す言葉でもある。アクセントも。ほんのわずかのお金を意味する、びた一文の、びたはこれに由来する。日本では、鎌倉時代後期頃から、貨幣の流通が、活発化したが、主に、 中国で鋳造された中国船が流通していた。これらの中国船は中国との貿易を通じて日本にもたらされたが、日本でもこれらの貨幣を主的に鋳造するものが現れた。これを支柱船という。支柱船は一部が欠落したもの、穴が開いていないもの、字が潰れて判読できないものなど、非常に粗悪なものが多く、商品経済の現場では嫌われる傾向が強かった。 そのため、これら粗悪な戦火は、ビタ戦と呼ばれ、一般の戦火よりも低い価値とされるようになった。室町時代に入り、民が日本との貿易用に鋳造した永楽通報などが、日本国内で流通するようになると、民の港南地方で作られた市中戦や、日本国内で作られた市中戦も次第に混入していった。そうした、 市中戦ばかりでなく南宋の戦時下や民戦自体も不良銭にが混じるなど品質劣悪なものが普通だったためこれらを総称して悪戦といった。またこうした悪戦は良質な生戦と比べ低価値に設定されたり支払い時に受け取り拒否されることが多くこれをエリゼニといった。時にはエリゼニが原因で殺傷事件が起こることもあった。だが 経済発展に加え、民の解禁及び、貨幣政策の変更などによって、トライ戦の供給が難しくなると、今度は、通貨総量が減って、銭不足が生じて、粗悪なトライ戦や、市中戦の流通量は増大した。後に、室町幕府の十四代将軍、足利義秀が、将軍就任の御礼に朝廷に献上した戦火や、同じく、織田信長が、 大町天皇の諸君、佐根人新皇の元服の際に献上した戦火が、ビタ戦ばかりであると非難されたが、これは彼らが朝廷を軽視していたというよりも、ビタ戦ばかりが流通していて、権力者でさえ良質な戦火が入手困難であったことを示している。そのため、16世紀になると、室町幕府や守護大名、戦国大名たちはエリゼニを禁ずるエリゼニ令を、 発令して円滑な貨幣流通を実現しようとした。しかし、民衆の間ではビタ線を忌避する意識は根強く、残存したものの、1570年代には、経済の規模に対する絶対量の不足から来る貨幣の供給不足は深刻化して、代替貨幣としてのビタ線の需要も増えていくことになる。また、金銀や米などによる支払いなども行われるようになった。後に、 小田政権が金銀を事実上の通貨として認定し、豊臣政権や江戸幕府が、神高性を採用せずに、米主体の国高性を採用するに至った背景には、こうした貨幣流通の現実を背景にしたものであったと考えられる。また、小田政権は、エリゼニ例の中でビタ戦を基準とした動戦に、 質による交換基準を定めたことで、一定の品質水準に達したビタセの通用が保障されたため、ビタセが京都における一般的に通用した貨幣とみなされて、京センと称されるようになった。江戸時代に江戸幕府は、永楽通報の通用を禁じて、京セと金貨、銀貨との相場を定めて、ビタセを相場の基準とすることで、エリゼニのメリットを失わせ、 続いて安定した品質の官営通報を発行し、トライ線や市中線を厳しく禁ずるようになると、ビタ線は見られなくなり、エリゼにも行われなくなっていった。江戸時代中期以降は、ビタ線の語は、官営通報鉄一文線のことを指していた。現代の古戦収集会のビタ線は、主に日本で中世に製造された線下で、市中線に類する意味で用いられているようであり、 この意味でのビタ線は必ずしも出来の悪い銭を意味するわけではなく大きくは次のように西方によって分類されている。また、中造地によっても東北ビタ、九州ビタ、境線などのビタ線群が知られているが中造地の明確でないものの方が多い。現代の古船収集会のビタ線は講義には島銭、永楽銀線、慶長通報、源那通報、 平安通報、長崎貿易船なども含める場合がある。ABC ビッタ船、ビッタ船、デジタル大事船悪船、悪船、デジタル大事船、田中康治、貨幣流通から見た16世紀の京都、本田博之、統一政権の誕生と貨幣及び暗黒、両一、貨幣の地域性と、金世的統合。ありがとうございます。